丈夫です。カズプロ今日レッスンお願いします。はい、よろしくお願いします。アプローチイップスなんですけど、はい、アプローチをお教えさせてください。わかりました、はい、よろしくお願いします。アプローチイップスの人にアプローチを教わろうって企画です。いいっす、お願いします。ちょっと気になるとこあるんだもんね、俺のアプローチで。オッケーっす、あります、めちゃくちゃあります。ちょっと30ヤード、はい、最近ちょっとアプローチ変えて、そう、まあ、昔のアプローチに戻しました。アプローチめちゃくちゃ得意だったから、確かに上手なイメージありますもん。ほう、まあ普通の、うん、もう最近は結構もういろんなプロに教わったりいろんなプロに見て、はい、感じ出しすぎて、うん、ね、ああ分かる分かる。でもね、やっぱそれできないんですよ、うん、だからもう俺はもう腕と肩とかも固めて、はい、昔はもうこの肩でやってたんよ、まあオートマチックに、うん、でもなんかやっぱアプローチはさ上げて、はい、体で打ってみたいなやつあるでしょ、はい、そういうのもちょっとこうできないのにやろうとしすぎて、はい、今はもう単純に、はい、なるほど、なるほど、ただね、まあ、あんま止まんないっていう、わかるでしょ。わかります、わかります。アウさんの、そうですね。結構、まあ、奥に外れるか、はい、まあ、ダフって手前かみたいな。はいはい。それのちょっと改善点が数プロにあるらしいっていうことで。そうなんですよ。まあ、アウさんのアプローチで、ワンバウンド目がすごい前に跳ねる。そうだね。それって、フック回転かかってるんですか。あ、まあ、ちょっと、かけに行ってるってのある。あ、あるです。ボールをちょっと捕まえたくて。はい、捕まえちょっとフェースにやっぱ乗せたいなっていうのがあるんで。なるほどなるほど。まあちょっとそのまあ包み込むじゃないけど、あ、その意識はある。こうローテーションさせるみたいなイメージはある。そうそうそう、なんかそうしないとこうフェースにね球が乗らないんじゃないかなって思っちゃう。おお、なるほどね。あんまやめた方がいい。まあなんかそのピンが奥だったりとか、うん、ちょっと手前からランで行きたいっていうの場面だったらいいとは思うんですけど、あんまりこうやってる方は少ないかなと思うんですけど。確かにまあ転がしの方が得意だよ。そうですよね、多分そういう感じだと思うんで、だからそこちょっと直すというかちょっとバリエーションを増やしてもらった方がいいかな、うん、と思います。なんで俺被ってるんだろう。だからまあ一番わかりやすいのは、うん、ちょっとフィニッシュ止まってもらっていいですか。アプローチの、はい、普通でいいんだね、はい、ストップ、これ、うん、このフェースの角度あるじゃないですか、うん、これアウさんから見たら、うん、まあまあ、まあこうわかりやすい。これこうこうだね、こうだね、こうだね、うん、こうだね。めっちゃかぶってません。構えた時、あ、まあ構えた時って、まあこれいつも大体こんな感じで、これ本来はこうっす。あ、変な話、フェース上向いててもいいぐらいです。あ、これでこのまま戻ってくると、そうそう、戻ってくると、あ、まあこうなるね。そう、めっちゃかぶってるで、こ、あ、構えた時そうじゃないですか、まあ、角度にするとまあ10度ぐらい。そうそうそう、10度か10度かぶってるんだ。そうなんですよ。だから球が強く出ちゃってワンバウンド目で前に跳ねたりとか、思ったより距離が出ちゃって奥に行っちゃう。これぐらい？っていうのは これだとスクエアぐらいかな。そうですね。まずそこから確認した方がいいと思う。あ、オッケーオッケーオッケー。でもなんか意図的にその返してるって言ってたじゃないですか。あ、まあそのちょっとこう捕まえたいなというか、はいはいはい、フェースにボールを乗せたいなとか、はいはいはい、あの包み込みたいなっていう意識はかなりあるんで、はい、多分ショットも多分今回被ってる気がする。はい、だからそれをやらないとアウさん多分シャンクしちゃうとか、球が右に抜けちゃうとか、あ、こうやるとね、そうっていう心配が多分あると思うんですけど、あの、その包み込まないで何も考えずになんかこうやってやるとちょっと抜けてたんだね、はい、右にファッていう。それでなんかアプローチでもかなりインから入ってるんですよ。かなりインから入ってるから、こうフェースを返してこうインサイドインに打つしか多分こう、わかります、ちゃんとこう球を捉えるイメージが湧かなくなっちゃってるっていうのがあるんで、まあ、とりあえずフォローのそのフェース面直してもらって、はい、どんな球が出るか。ちょっとフォローのフェース面。はい。あ、いいっすね。あ、柔らかい。あ、これいいっす、これいいっす。でも、言うほど抜けないね。抜けないっすよね。ただ、それで抜けたりとか、ちょっと不安だったら、やっぱり入れる角度、その、インサイドから入れるのはあんまり良くないのか。そう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 。今のいいっすね。そう、そしたら球が真上にこう落ちてから離れるんで。確かに球が上がるようになりました。そうですよね、柔らかくなりました。あ、なるほどね。はい、あ。ちょっと短いアプローチでいい。なんか短いアプローチでそれが顕著に出そうな気がする。ああ、いいですね。
多いこれ、これあれやったっすか今いや、あのちょっとフェース意識した、うん、あ、いい、めっちゃいいと思うあ、いいっすねあんま関係なかったんだ俺こうやってやるから乗るって関係ないっす、関係ないっす、はい、じゃないとバンスも使えないからこうディーリングって言ってこうフェース側のソールが刺さってダフる時があるんですよ。あるあるある。なんかチャックリみたいな。うん、いやそうリーディングエッジから来ちゃってことだよね。そうですそうです。返す動きが来ちゃうんで。これはこれいいレッスン教わりましたよ。ね、こう包み込む。ね、はい、こうちょっとドロー気味にアプローチも行きたいなっていうのがあって。はい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 。だからちょっと意図的にちょっとフェースを返してたんです。はいはい。返さなくてもしっかり球乗りました。返さない方が乗るでしょ。あ、乗るんだ。乗る乗る。あ、だからこれがもう相違の違いというかね。まあそうですね、うん。自分の思ってることとやってることの違いですね。できてることの実際の結果の。別にフェースをこう返していかなくてもしっかりと乗ります皆さん。だからね、フォローのフェース面皆さん見直してもらった。フォローのフェース面がまあだからまっすぐが。そうですね、構えた時と見え方が一緒っていうのが、うん、このまっすぐが、このスコアラインがまっすぐがこれスクエアで、はい、で、まあ、こうやって被ってたらもう完全にロフトが立って当たってると、はい、そういう方は多分止まってますよ、はい、うん、まあ、ちょっと開いてるぐらいでもあ、いいですね、はい、一時の方向